次は心斎橋です。長堀鶴見緑地線はお乗り換えです。 The next stop is 心斎橋 Station number M19. Passengers can transfer here to the 長堀鶴見緑地 line。 車内では携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。また優先座席付近では混雑時には電源をお切りください。皆様のご協力をお願いします。次は心斎橋大場前です。時計、宝石、金製品、骨董品、ブランド品買取、なんぼや心斎橋店。新築マンション一戸建てを分譲するエステムシリーズの日照エステム、2プライス2ラインでスーツを展開、スーツセレクトクリスタ長堀店へお越しの方は次でお降りください。心斎橋長堀鶴見緑地線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。心斎橋 We will be stopping at 心斎橋 Station number M19. Passengers can transfer here to the 長堀鶴見緑地 line。めっちゃ町駅のまねな、鶴見緑地線やな。次は難波です。千日前線、近鉄線、南海線、阪神線はお乗り換えです。 The next stop is 難波 Station number M20. Passengers can transfer here to the 千日前 line、 近鉄 line、 南海 line and 阪神 line。ナンバーウォーク B19 出口直結のナンバ千日前ビッグカメラナンバ店。大学受験の代々木ゼミナール大阪南校、フレッシュサウナとカプセルホテルのアムザ千へお越しの方は次でお降りください。ナンバ駅もナンバナンバウォーク前です。千日前線、近鉄線、南海線、阪神線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。なお、前の車両からお降りの方は、電車とホームの間が広く空いています。足元にご注意ください。ナンバー、We will be stopping at ナンバー。Station number M20. Passengers can transfer here to the 千日前 line、近鉄 line、南海 line、ご乗車ありがとうございます。この電車は中本行きです。次は大黒町です。四ツ橋線はお乗り換えです。ご理解とご協力をいただきありがとうございます。大阪マラソン組織委員会からのお知らせです。11月25日は第8回大阪マラソンです。大阪市内で長時間の交通規制が行われますので、応援には大阪メトロをご利用ください。1号出口が最寄りの総合人材サービスのサンレディース、8種類のお風呂と岩盤浴、サウナのスーパー銭湯、桃源郷太平の湯、永代供養付き、3号出口が最寄りの海泉寺納骨堂へお越しの方は次でお降りください。大黒町四ツ橋線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。大黒町We will be stopping at 大黒町 Station number 大黒町で、次は動物園前です。堺筋線、JR 線、阪海線は
お乗り換えです。出口は左側に変わります。The next stop is 動物園前。Station number M22. Passengers can transfer here to the Sakai City Line, JR Line, and Hankai Line. 高級時計、金プラチナ買取販売の質屋米田屋。一般から医療系廃棄物収集運搬処分業山田衛生へお越しの方は次でお降りください。The next stop is Tennoji. Station number M23. Passengers can transfer here to the Tanimachi Line, JR Line, Kintetsu Line, and Uemachi Line. Abeno Kyuzu Mall に向かい、メンズレディーススーツの洋服の青山、コンタクトレンズの ICT アポロ店、Tennoji のプラザ店、アポロ西安ビル映画館アポロシネマへお越しの方は次でお降りください。天王寺、天王寺、駅も天王寺前です。谷町線、JR 線、近鉄線、上町線はお乗り換えです。左側の扉が開きます。ご注意ください。天王寺。We will be stopping at 天王寺。Station number M23. Passengers can transfer here to the Tanimachi Line, JR Line, Kintetsu Line, and